さあ、サミーやっていきまーす。録画開始開始というところでね、これね、実は、配信外です。一人です、今。ミニオンが出撃しました。珍しいでしょ。どうも。ちょっとね、一本足りねえんじゃねえのっつって。取ればいいんじゃねえのっつって始めました。活動、今10連勝中なんでね、サミーラ。セラフィンサポか。いいね、うまいね、ユーミン。いいね、今の避けて、受けてあげるの、偉いわ。いいよ。バランスしてあげて。セラフィンの9マジで着弾早いな。びっくりするわ。あれ落としたいな。あ、ちなみにトップタンクオレリオンソルです。あ、でも相打ちだ。いいレーニングしてるんじゃないの。この弓いいね。いいね。トップレーンのタワーが攻撃されている。敵を倒しました。味方が倒されました。敵の耐えれないか。あ、スラフィンもやられちゃった。まあワースでしょう。トップレーンのタワーが攻撃されています。ワースあの意味、俺より金持ってやがる。最強だ。バイが1キル。ういー、ナイス。やべ、これ、死すれない。伸びたー。あー、違うの殴っちゃったー。えぐ、俺倒せるんだ、すごいな。10割持ってけんのか。一回リコールしてるとはいえ、これ絶対帰った方がいい。敵を倒しました。ミッドレーンのタワーが攻撃されています。いいじゃん。これでもなんかサミーラとか使ったことない人はね、マジでね、ちょっと一回ノーマルでも何でもいいからやってみてほしい。おもろいで、決まった時、インフェルノトリが決まった時マジでおもろい。この気持ちよさはね、カタリナみたいなもん。2人並んでぶん回った時みたいな感じ。すごいな、味方のロームが。おいで、あんな頑張って俺ゼロキルかい。
移動中です。すげえ頑張ったのに今。トップレーンのタワーが攻撃されています。移動中です代償は大きいみたい。前は上か。だいぶいけっかな。いけるわ。死ねもうた。あ、生きてるわ。生きてるわ。素晴らしい。俺反するかい。うわ、また早く先先先先先先に俺、先に俺、ナーイス。いや、順調だな。順調すぐる。順調すぐります、私。僕ミッドレーンに行くよーん。当てるね。え、当たんのそれ。初めて撃たねえか。やばいこれ。相手がね、相手がね、バカいっちゃった。私ってなんてバカなの、なんてバカな男なんでしょう。絶対行ったらダメって分かってるのに、体が言うことを聞きません。でもあんなプレイできる ADC がいるかって話よね。詰まるところ、詰まるところ、そういうことや。移動中です。あ、ミスター枯れねえわ。脱出みてえな。剣を選ぶやつもいるし、銃を選ぶやつもいる。いいだろ、両方選ぶ。待って、やばい。うな。うよ。さすがに。さすがに無理だね。さすがにアイ入れるか。もうアイ入ったら終わりよ。アイでなんかサミーラ使ってる時だけこのブラッドさせたアイって高すぎてさ、めっちゃ金かかるんだよな俺。マジだけこの2個危な。今アルティメットブラッド死んでたかも。
敵を倒しました。移動中です。差し入れ的だよな。差し入れよ。移動中です。移動中です。サッシュ入れば安心。安心と安定のサッシュ。自信ない人は、ステイシスエンチャントだっけ？でもいいと思うぜ。敵のタワーを破壊しました。あれ、剥がしてえな。あゆみちゃん、ついでにぴょーん、ついでにぴょーん。かわいそうに。ついでにぴょんの餌食になってしまった。え、じじー、心折れたな。よし、ちょっと簡単に使ったことない人に向けてサミラのコンボでも、じゃあ早かったから教えてあげるよ。一回動画にしたような気もするけどね、昔の動画だからな。はい、11連勝。もう、ノー編集でいくから俺。ノー編集でいくからね、もう。まあ、サミーラはね、S ランクにならないと、パッシブの S ランクにならないとウルトが打てないんだけど、レアデビルインパルス、通常攻撃または異なるスキルで S になりますと、まあ、逆にね、なんか貯められてたらね、あ、これサミラウルト打ってくるわみたいなのもわかるけどね。ダミーだから通常これで1、2、3、4、5、6みたいな感じだよね、アルティメットは。なんだけど、まあ、2個貯めた状態だと2を打ちながら3、1、これで、まず1個ね。2スタックの時は W 発動しながら3、1ってやると、まず S ランクになります。それはまあね、この W がこう2回判定ある、このギュンギュンで2回判定があるから、これだからこうしたら3スタック、これ4ね、今5、6アルティメットなんだけど、だこうやってやって、まあ、フラッシュでも何でもこうやってやれば S ランクになれ、まあ、あとで、まあ、一番ねもね、 W ってやっぱさ、これ一瞬で、あ、ちょっと待ってね、W をね、挟めばね、2スキルか。一瞬で S ランクできんのよ。通常2スキル3、1。やるわ。ミスった。いきまーす。あれ？なんか S ランクなれないんだけど。もう一回やろう。あ、これ。通常2、3、1、通常、これ最速ね。もうだからこれで一瞬で回れるから、なんか1回目はね、なんかできるなら、まあ、なんかこれとかでこうやってアルティメット打ってやったら、まあ、相手倒したら3スキル上がるから、でまたこうやってやれば9、あ、1が打ててないのか、これこういう風にできるよっていう。まあ2個溜まったら、まあこれいいんじゃない。まあこれか、まあこれ、あ、ま
まあ、最後に2打ってもいいしね。あ、3つか。3つ溜まってたら、まあこれでも打てるから。まあいろいろやってみてください。ご視聴ありがとうございました。よかったらね、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。じゃあね。